優勝やー。はい、オリックスの、カラー記事紹介、久しぶりにやっていきます。いやー、昨日はすごかった。昨日はめちゃくちゃすごかったです。はい、そして私今日ですね、初めてもう新聞待ちをしちゃいました。コンビニで、コンビニでスポーツ新聞を待ってましたね。ちょっと行ってもなくてね、びっくりしましたけど、その待ってましたよ、本当に。新聞が入荷されるのを、それぐらい今日はちょっと待ち望んでました。はい、しかし、まあ、大きい記事はそんなにいっぱいはないんですけど、見つけました。はい、まずはやはりですね、こっちから、この赤い文字がある方はね、スポーツ日本3面、さよなら、B、ね、オリックス首位ダッシュだ、どうした、ね、明日も絶対勝つばーいってね、あの方言がね、さよならやっちゅう思っちゃいましたとかね、もう素晴らしい、もう方言、北九州弁大好きです。はい、そして日刊スポーツ5面は、これ白黒なんですけど、まあ、結構でかい記事で、パーシュ、首位攻防第1ラウンドは劇的決着、オリ再ダッシュ、この日昇格即ヒーロー、8回代打弾&9回 V 打、大塚でさよならとね、この、スポーツ日本3面と日刊スポーツ5面にめちゃくちゃでかく載ってます、オリックス。いやー、素晴らしかった。昨日はね、もう本当に宮城投手で3失点した時は、いやー、もう本当にそのまま土日のオリックスの悪い流れ、ロッテのすごいいい勢いがもうそのまま出たような、前半だったんですけれども、なんとですね、なんと、もうやはりこの大下ですよ、大下。いやー、もうこれ神戸のね、ブルーウェーブの地で、大下がやってくれました。いやー、もうモレルさんもめちゃくちゃね、盛り上がってましたね。私もあのモレルさんにあやかってね、ロッテのね、ここはまずロッテ食べながら、見てたんですけれども、なんとですね、劇的な決着に終わったというところでしたね。いやー、もう素晴らしい、もう本当に大下選手ですよ。アダム・ジョーンズ選手がもうコロナのね、私もちょっとこの前1回目打って、もうすごい肩が痛くなって、もう大変だったんですけど、まあ、なんと副反応でジョーンズ選手抹消ということでね、そしてなんか広島から急遽呼ばれたらしいですよ、その大下選手が。もうね、佐々木投手出て、千早投手出てきた時は、いや、もう正直ダメかなと思う。そしてもうこの宮城投手で負けて今シーズン終わりかなと、もうちょっと本当に諦めかけてたんですけども、全て変えてくれました大下投手は。あのホームランでもう流れ変わりましたね。いや、もう本当に最高です。いや、もう本当にこのスポーツ日本とね、日刊スポーツ、スポーツ日本、本当に素晴らしいです、いやー、すごいよこれ、ね、もうあのホームランで全て変わって、満塁で、また回ってくるというね、持ってますね大下選手、持ってる男大下。いやー、やっぱね、優勝には当たり前な人が打つだけじゃダメなんですよ。こういうもうなんかその日のヒーローっていうね、新しいヒーローがやっぱ必要なんです。この吉田選手、ジョーンズ選手、 T 岡田選手がいない間になんとかちょっと食らいついて、そして3人が戻ってきたら、もう3人もきっとね、このオリックスの姿を見たらね、さらにやってくれると思うんですよ、帰ってきてから。なんでぜひ、全員野球で一丸となってね、まあ、そうそう、山岡投手も中継ぎで入ってくるんじゃないかって言われてるんで、もうそこはね、ここを本当に9月前半、なんとか乗り切ってもらえば、光が見えてくると思うんでね、オリックス、頑張ってほしいなと思います。ね、本当に素晴らしいよ。ちょっとじゃあ一瞬だけ押したと。はい。いつがね、こんなでっかいカラーの記事が載ってますので、ぜひ皆さん、
ファンの皆さん、スポーツ日本と日刊スポーツ杯ですよ。はい、なんでね、ぜひ見てみてください。はい、もう今日は本当に最高の、昨日の夜からもう最高の気分で来てますので、今日も私ロッテの商品絶対買って帰りたいと思います。はい、それでは、オリックスはですね、大きく取り上げているスポーツ新聞紹介、今日は、スポーツ日本と日刊スポーツが、素晴らしい記事を掲載してくれていました。本当に特にスポニチさんはね、いつもオリックスのカラー大きい記事になってくれさってるので、本当に大好きです。はい、スポニチさんいつもありがとうございます。はい、ではね、今日も絶対勝って首位固めをぜひしてもらえればなと思います。オリックス優勝。